スーパーサイヤ人になりたいなと思って やったんですけど、ただのスーパーゴリラになったっていう。笑ってよみんな全然笑うとこないんだから髪だけはね明るくしようと思いますし、そのギラギラした気持ちで、強い気持ちでこのワールドカップ臨みたいなっていう気持ちも大きくあります。はい、まあこれまでにないぐらいの危機感は僕はあります。はい、このままいけば代表チームワールドカップで勝てないと思いますし、3戦全敗っていうのもあり得るのかなと思ってて、相当の危機感を僕自身持っていて、まあそれはみんな持ってると思いますけど、だからこそ今自分たちにできること、まあトレーニングもそうですけど、トレーニング以外でもみんなでコミュニケーションを取って、できるだけ本当に時間を大切にして使うことが大事だと思いますし、まあワールドカップではこのままでは結果が出ないなっていうのは、自分自身も感覚としてはありますけど、ただ一方でサッカーというのは何が起こるか分からないので、強いチームが勝つわけでもありませんし、前評判が低くても上に行ったチームはあるので、これまでもそこは信じて、勝つことを信じてやりたいなと思います。